山田です。カメラマンカジです。お願いします。お願いします。はい。ということで、今、我々ですね、新宿の歌舞伎町ですね。はい、の方に来ております。まあ、別にどこでもね、ポケ活場所はいいんですけれども、今、開催中の、イベントですよね、の方がかなり美味しいのと、あとまあ、レイドバトルがね、ちょうど今日からこの動画出てるね、7月の6、7、8日か。はい、からはですね、まあ、結構ね、やりたいというトレーナーさんが増えるタイミングだと思いますので、はい、まあ、新宿はね、ジムも結構多いので来ていると、見た感じですね。はい、全然関係ないんですけれども、この前ですね、カジと二人でですね、動画を撮った、プラプラですね、をカジにね、ちょっとね、もうちょっと初めて、使うということで、まあ、ちょっとプレゼントして使い方レクチャーする動画、あれがですね、なんかね、まあまあ、見られてまして、なんかね、だから家事の露出が増えてるんですよ今。ありがたい。ね、そう、なんかね、すごい見られてるんで、だからちょっとこの勢いに乗ってね、はい、ちょっと家事との動画もね、ちょっとね、まあ、もうちょっとジャジャジャと差し込んでいこうかなと、はい、思いますんで。はい、出たい。出てください。お願いします。はい、ということでね、今日なんですけど、まあ、そんなね、はい、今日から始まるイベントというか、今週がね、毎日伝説レイドがね。もう変わり続けるのよ、うん、もう毎日何が出て何壊した何が出てっていう風になるんですけども、正直その中でね、もう狙うべきやつは決まってるんですよ。なので今週1週間の中で絶対これやってねみたいな話を今日はもともとするつもりだったんだけれども、急遽今日アップデート入って、あのね、ナイアンティックさんがね、今日からごめんなさいこういうボーナスつけますっていうのが発表来て、これが激アツだったんで、もうね、これもう家事にもぜひこれやってっていうのをちょっと伝えたかったんで、視聴者の皆様にもですね、ちょっとお伝えした内容をお話ししていこうと思います。まずは今日から入ったアップデート、ナイアンティックの発表についてやっていきましょう。はい、今週末に開催のですね、ポケモン GO フェスト、2024グローバルですね、はい、こちらに先駆けてですね、この月曜日からですね、ちょっとボーナス発生させますよと、これがですね、その GO フェスグローバルの、チケットですよね、をすでに買ってる方、これね、GO フェスチケット買っても買ってなくてもイベントとしては参加できるんですよ。でも買ってる方がボーナス発生するよ、お得だよみたいなやつがあって、これを買ってる人限定ボーナスっていうのがですね、ついたんですよ。で、このボーナスが3つあります。1つ目が孵化装置、卵だよね、卵を孵化、させようと孵化装置に入れた時の帰る距離がまず半分、2分の1になります。で、2つ目がですね、最大40個までのギフトの開封ができますと。で、あとは7キロ卵がから色違うのポケモンが帰りやすくなるよという3つのボーナスがあるんですね。で、このボーナス、これどういうことみたいなね、家事とかだとあんまりちょっと分かんないかもしれないんで説明すると、ギフトを開けるとですね、フレンドとギフトの交換とかできるんですよ。自分のフレンドさんに自分がポケットくるくるって回した時に手に入るギフト、これを送ることができるんですけど、これをね、送られた方っていうのは開けるとアイテムが手に入ったりだとか、あとはですね、その7キロ卵っていうのがもらえることがあるんですね。で、この7キロ卵っていうのは普通のポケストップ回して出てくる2、5、10と生まれるポケモンが違うんですよ。で、なんかこれがレアなやつだったりしたり、期間限定だったりするんですよね。で、ここのつまり7キロ卵をいっぱい割れますよというボーナスが発生していると。で、この7キロ卵の対象っていうのが結構えげつないんですよ。まず生まれやすいのはコアルヒ、エモンガ、マケンカにジャラコで、これ全部が色違いいるんですけど、このジャラコの色違い、これ本当はこの土日、今週末土日から、実装みたいな、この土日から取れるやつがチケット早めに買ってる人は今日から取れちゃう可能性があるよというふうになってるんですよ。で、さらにコアルヒ、エモンガ、マケンカにこの3匹の色違いも、これもね、今回のこの土日のゴーフェスってバカデカイベントのもう目玉のポケモンたちなんですよ。だからもう実質卵でもう土日のイベントやれちゃうってことなんですね。これ結構破格の設定になってます。で、あとは 2か、レア度2、卵割った時のレア度2です。ちょっと生まれにくいけど割と出てくる枠にサニーゴ、スボミー、マラカッチ、バルチャイ、イワンコっていうのがいるんですけども、この中にいるマラカッチ、はい、これ普段日本で取れません、はい、これもこの土日で本当はゲットできるやつなんですけど、これも出ちゃいます。えげつない、とんでもないことが起きてますね。あとはサニーゴの色違い、これも普段南国とか日本だとね、沖縄とかに行かないとこれ出ないんで、それが普通に卵が出るの美味しいです。そしてここね、レア度5、めっちゃ出ないんですけども、メラルバとイワンコの黄昏の姿っていう、これもめっちゃレアなやつ、
同じイワンコなんだけど進化先違うよみたいなレアな個体が出てくるやつもいるよということで、7キロ卵の中身がえげつです。なのでこれぜひ皆様ですね、7玉チケット早期購入の方はですね、ぜひぜひ割った方が僕はいいんじゃないかというふうに思います。でそもそものこのチケットっていうのは買っておけば土日のですね、そのグローバルを有利に進めることができますので、まあフルでやるぞ、土日ポケ活めっちゃするぜって思ってる方はもう今日買っちゃった方がいいと思います。はい、これがですね今回追加で発表された情報ですね。でこっからはですねすでに発表されていた内容なのでご存知の方もいらっしゃると思います。なのでもうかいつまでお話しさせてください。本日からですね7月の13日土曜日の10時、午前10時ですよね、までっていうのはウルトラビーストの襲来イベントっていうのが出てきてて、もう毎日ウルトラビーストがガンガン切り替わります。はい、で今日初日なんですけれども、今日はね悪事キングっていうのが出てるんですよ。でこれはまあその名の通りね悪タイプのウルトラビーストなんですけど、こいつはね正直あんまやんなくていいと思う。なんか火事とかさレイドパス無限にあってするわけじゃないじゃん、うん、そういう人はまあ悪事キング、これ色違いがいるから色違いの悪事キング持ってないよ頑張りたいよって人はやってもいいんですけども、まあ、そんなに僕は頑張んなくていいと思ってます。で明日火曜日だよね、火曜日はこれウツロイドっていう今度はね毒タイプのやつが出るんだけど、毒タイプってね強いポケモン少ないんですよポケモン GO で、うん、なので、このウツロイドはその中でだいぶ強いから明日はやる価値あるかなって感じかな。だから月曜日はちょっとスルーしちゃって火曜日頑張るっていうのは OK だと思います。で次水曜日7月の10日ね、この日はね日本だとカミツルギっていうウルトラビーストが出ます。でこいつはねもう草タイプの最強なんで、これはやってください。もうカミツルギはもう取って、例えばめっちゃ強いの育成できたらもうこいつだけでしばらくいい、マジで。草は本当にし、あとロケット弾とかと戦う時もカミツルギめっちゃ強いから、この子はねもうマストかなって僕は思いますね。で、続きまして4月の11日、木曜日ですね、木曜日はツンデツンデ、はい、っていうのが出ます。これもねあんま強くないかな正直、だからここは頑張らなくてもいいかな、色違いも出ないし、うん。で、その後7月12日この日はね電樹木、はい、出ます。これねさっきカミツルギ草の最強だからやった方がいいよって言ったじゃないですか。この電樹木は電気の中ではもう最強レベルの強さを誇りますんで、これもやった方がいいね。なので今週1週間ね毎日買ってレイド切り替わってウルトラビースト出ますけど、水曜日と金曜日この2つはこの 2つの日はめちゃくちゃレイドやり得なんで、この日はねちょっと皆様レイドパスを少しね使ってあげてください。で無料のレイドパスっていうのがあるから、それ分ぐらいはね他の日もねウルトラビーストのレイドやっても僕はいいかなというふうに思います。ただまあ週末ねここのその土日がもうとにかくレイドバンバンやる、そのネクロズマだよね、仙台でもね出てたけどネクロズマをみんながめっちゃやれる日だったりだとか、それこれ今回ねこれ日替わりでウルトラビースト変わるけど、そうじゃなくてもう全部まとめてズドンみたいな感じで出てくるのもこの週末だから、だからそこにまずレイドパスは使うべき。でもその手前だよね、今週の平日も結構やれるけどどういう風に回ろうかな、どういう風にパス投げようかなって悩んでる人は一旦水金ここはちょっと使うのがまあ効率的に強くなるには美味しいというふうに僕は思います。まああとはついでに移ろいのかな。でですねこれ本日からグローバルチャレンジというのが開放されたんですけども、このグローバルチャレンジっていうのはですね全世界のトレーナーみんなでちょっとゲームの中で目標があるからそれ達成しようっていうそういうものなんですよ。で今回のグローバルチャレンジっていうのがみんなでレイドバトルをしようと、レイドを、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、3000万回みんなでレイドを達成しようぜ、そうするとみんなのチームパワーが早く貯まるっていうボーナスと、あとはゴーフェス中にですね、ウルトラビーストをゲットする時のボールっていうのがそのウルトラボールっていう捕まえやすいボールになる、まあ、だからそのレイドで普段使うボールが普段モンスターボールだとしたらそれをハイパーボールにしてくれるよみたいな、そういうボーナスがあるんですよ。これ発生するのすごい嬉しいんですけど、3000万ってめっちゃかかるし、あとそもそも僕はレイドパスを使う、だから課金アイテムを使わないと進められないカウントだから、なんかやっぱちょっと嫌だなって思ってるのは正直なところです。うん、なんかイベント前に集金してんだなみたいな風に思ってしまう僕みたいなトレーナーは何人かいるんじゃないかなというふうに思っております。まあでも自然にクリアできるねぐらいの数字設定なのかもしれないから、
まあ毎日一応ね、僕もあの無料パスもあるし、あのレイドはやっていこうかなというふうに思います。あとは今日から発生しているボーナスとして、毎日ねリモートレイドパスで現地にいなくても、レイドに参加できる、そういうパスがまず7月の11日までは、1日普段だったら5回なのが20回に増えますね。あとはリモートレイドパスに無制限参加っていうのは12日か14日の間、さらには交換した時にアメの XL って必ず、手に入るように、今日から、週末まで、開催でございます。なので、まあ、ポケモンの交換とか、リモートレイドパスバンバン使ってくださいねみたいな感じです。あとはね、今日からずっとね毎日レイドアワーっていう、毎週本当は水曜日に開催のやつだよね、これが出ますんで、さっき挙げた水曜日と金曜日、神剣と伝樹木が出る日っていうのは、皆様18時か19時の間レイドにですね、この2匹ブワッとめっちゃ出てくるから、できれば夕方ちょっと皆様ね時間空けていただきたい、みんなでちょっとねウルトラビーストの厳選頑張りましょうということで、まあそんなにねやる必要は正直僕はないとは思ってるんですけども、色違いをね持ってないと思うし、あと悪事キングの数もそんなに荷重も取ってないと思うんで、ちょっと軽く悪事キング以上やっていきましょうか、はい、ワンチャン色違い出たら儲けもんみたいな感じでね。でもね、悪事キングはもしも色違い出たらもうそれ以降はマジでやんなくていいと思ってる、なんか家事とかはその分のレイドパスを強いポケモンだよねの方に使った方が、まあ、今はいいんじゃないかなとは正直思う、全然まださ各タイプのアタッカーとか、なんかこいつがもうこのタイプはもう6匹育ったかなみたいな、パーティー全部揃ったなみたいな感じのタイプってまだないんじゃないかな、多分家事的にはないね。そうで、そういう人はマジで今週はね結構暑いからもうガンガンやった方がいいし、あとはまあ今週頑張って、その平日頑張って、で土日だよね、にもうさらにそこでもうがっつりと、進めるっていうのがまあいいんじゃないかなと思いますよと。まあ、各言う僕もね、悪事キングの色違いねそんなに出せてなかったと思うんだよな。まあ色違いね白くなるんですよ。だ見た目も悪くないんだけど、やっぱ強さだよねこいつ強くないんだよなとか思っちゃうと、なかなかそこにあんまりパスを投げるっていうのもどうかなって思っちゃうからね。よし、さ早めに、いやー出ませんね、色は変わらず。ちなみにこの子ね、見た目に反してね耐久力低いから倒すと早いのよすぐ終わるこいつ、どうですか火事は。行きました。1568 68か。色は黒い。はい。ああ残念です、ね、色違いじゃないです。いやー、まあ、ちょっとね家事といる時にね、ちょっとできる限りなんか 100% なり色違いなりをね、そうカメラ持ってもらってる時に出したいんだけど、まあそううまくはいかないよね。難しいね。難しい。ということで、なんかねタイミングが悪くてね、あんまりレイドで美味しそうなのがなかったんで、あるとウルトラビーストが出てるから、なんか他のレイドも切り替わりはしているんですが、なんかうーんって感じかな。だったら僕ちょっと今砂も欲しいのと、あといっぱい人手間が出てるんで、それ取りたいんで、もっと効率よく回れるところに今からちょっと移動しようと思うんですけども、死ぬほど暑くて、ちょっと火事を突き合わせるのも悪いので、はい、動画は一旦ここで終わろうかなと。すいませんだって暑いところ歩きたくないでしょ。日陰歩いてるのにびちょびちょ。そうなんだよ。お互いね。だってさ、今日俺びっくりしたんですよ。朝9時よ。9時で31度だった。やばかったよね。ダメだよあんなの。ダメだよあんなの。で今一番多分暑い35度とかの時間なのよ。僕この前ね、ついこの間までスペインに行ってたんですよ。でスペインって日本に比べてまず日照時間長いよね。日が出てる時間が長い。で気温もぐっと上がる。なんならそう日差しが痛いのよ。だからなんか嫌だなみたいな、向こうカラッとはしてるんだけど暑いな嫌だなと思ってて、で日本帰ってきたらスペインより涼しかったんだよまだ。で今真夏じゃん。今はスペインに戻りたいです同じ暑いでも、いや本当に日陰、なるほどね。湿度が高いから日本は、日陰にでも温度があんま下がらないじゃん。下がんない。そう、これが湿度グッて低いところに行くと、日陰に入るとめっちゃ涼しくなる。なるほどね。そうだからもう空気の暑さがもうなんか上がっちゃってる感じがあって、だからここ熱風だもんね今ね。そうなの。吹いても風全然気持ちよくない本当に。そう
いやとてもじゃないけど、みんな気をつけてね、本当に。本当に。ポケモンやって倒れないように、本当にしよう。特にこの週末、本当にみんなね、長時間やるぞって人も多いだろうから。うん、危ないよね。そう、マジで気をつけた方がいいし。水分補給も。そうそうそう。あとさっきね、僕今週は毎日レイドアワーあるよって、毎日ウルトラビスあるよって言ったんだけど、18時でもなんなら暑いか。夕方まだ暑いよね。暑いね。ね。だから本当にみんな水分補給もそうだし、あと日陰でやろうね。いや本当に、うん、日向でずっとなんてもう帽子かぶってても危ないから、マジで気をつけて。あの女性じゃん、ちゃんと日焼け止めも。あ、そうだよ、めっちゃ焼けると思う。そうそうそう、もう俺も焼けても、もう焼けてるもうね、すげえ、もう結構しっかりなんか境目がもうできちゃってるからさ。そう、今ってさ、あのワンちゃんの足靴履かせないと。あ、そう、散歩がったらとかもね。うちほら飼ってるから、うん、あれだけど、うちは夜中に散歩連れてくる。もうとても日が出てる時間は外はもう歩かせると焼けちゃうから、本当に、うん、肉球がもうダメになっちゃう、ね、肉球ダメになっちゃうから、もう絶対行かせない、うん、もう行くにしても絶対抱っこか、うん、あのバギーそっか、バギーか。そう、うちはもうバギーに犬を乗せてこう俺が運んでます。赤ちゃんだそう、本当に手間がかかるもうでもどうしても病院とかさ、 あの、ね、トリミングとかあるから、うん、行かなきゃいけないのよ。そういう時はもうこうやってカートで、であの病院でカートの別の飼い主さんと、あ、どうもって言って会うから、本当になんかもう子持ち同士みたいな感じだね、感じ本当になるのよ。みんな気をつけてね、本当に、本当に、みんな本当に危ない、マジで気をつけて、自分もだし、ペットもだし、うん、あとお子さんいる人はお子さんもみんな、ね、全員気をつけようね、本当にね、うんうん、はい、あのみんなで、あの安全に、安全にポケゴしましょう、この夏もね、はい、ということで今日はじゃあこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポータンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。